かつて最強、今日、のレスラーとして、初志プロレス界に君臨していたブル中野。そんな彼女が先日、アルコール性肝硬変で入院していたことを公表した。現在は53歳、引退後の過酷なダイエットと胃の手術を経て、美魔女、と呼ばれることもあった彼女だが、実はその体はじわじわと蝕まれていた。現役時代からの過度な飲酒が与えた影響、そして病を克服したからこそ、伝えたいこととは、もともと酒が大好きな上に、以前は自分でバーも経営していたブル中野。レスラー現役時代は 750ml の焼酎を1日で3本開けるなど、無理な飲み方が当たり前。引退後も毎日の深酒がたたり、ついに体を壊してしまったという。YouTube チャンネル、ブルチャンネルでは、髪の毛が抜けたり皮膚がカサカサになったり、最終的には腹水でお腹が大きく膨らみ出したことを告白。見かねた夫に病院に連れて行かれ、2020年7月に肝硬変で入院していたことを公表した。肝硬変により、2020年の夏頃に入院することになったそうですが、そのいきさつを教えてください。ブル中野。入院して治療をしないといけないということは、実はかなり前から言われていたんです。ただ、仕事があってなかなか長期入院ができない状況だったので、そのまま病院に通うこと自体をやめてしまっていました。でも最終的には、咳をしただけで排泄物が出てしまうようになり、仕事中におしめをしていたこともあったんです。それはかなり大変な状況ですよね、ブル中野。旦那は毎日、病院に行こう、と言ってきて予約もしてくれたんですが、私が、行きたくない、と言って、だましだましの状態になっちゃっていて、腹水で膨れたお腹を隠しながら生活してたんですが、ついに旦那に見つかってしまったんです。そこで一緒に病院に行って、そのまま入院することになりました。なぜこのタイミングで、病気を公表しようと思ったのでしょうか、ブル中野。毎週やらせていただいていたプロレスの興行の解説2つと MC、3つのテレビ番組がコロナによって一旦すべて休止になったんですよ。そこで入院に踏み切ったのですが、退院した後もまだ番組は休止中で。ただ、他にお酒を飲む仕事などがあったので、もうお酒は飲めないということはきちんと公表しておこうと思ったのが大きいです。YouTube で、酒豪レスラーを発表する、という企画もちょうどあったので、このタイミングかなって。